どうも、アイチです。今日10月1日、ね、10月になりましたので、10月の勉強のポイントについて話していこうと思います。よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していきましょう。で、主に受験生向けで話していくんですが、後半は、関係なく、受験生とか関係なしのね、内容になりますので、よかったらね、最後まで聞いても欲しいとこなんですけど、まず、受験勉強において10月の大事なところっていうのはですね、目的をはっきりさせるっていう、これが非常に大事です。どういうことかっていうと、9月、まあ夏休みもそうか、夏休みがメインで、基礎固め、まあ復習ですよね、をメインでやってた方って多いと思うんですよ。で、夏休みが終わった時点で、その基礎固めから、まあ学校がね、始まって新しいことも勉強するから、そっちにシフトしてったりとか、まあ過去問とか、まあいろいろやってて、ちょっと難しい問題、発展をちょこちょこやるようになったっていう、そのやるものの内容のレベルが変わっていった方も結構いると思うんですね。で、もちろんその夏休みが始まった時点でパッて切り替わった方もいると思うんですけど、その9月も基礎固めが終わってないんで基礎をやりつつ、でもちょっと難しいのもやんなきゃかなとか、周りがここも始めてるみたいだし、みたいな感じで、こっちもやったりこっちもやったりしてる方って結構いると思うんですよ。この時期って。多分10月入ってもそうだと思います。で、10月っていうのは、これ、受験生も関係なしに全部当てはまるんですけど、非常に中だるみしやすいです。10月はね、気が緩みやすいの。で、そのタイミングで、例えば、基礎やったり、応用やったりってやってると、まあ、レベル違うものをやるのは、それはいいことなんですよ。いいことなんですけど、今自分がその問題、まあ、そのレベルの問題を、何のためにやってんのかっていうことをはっきりさせる。もっと言うと、今やってる勉強で、私は、俺は、何をできるようにするためにこの勉強してんのかなっていうのをはっきりさせながら勉強した方がいい。闇雲に基礎だったり、まあ、どっちでもいいんだけど、基礎だったり応用だったりをやってやってこなしてこなしてこなしてってやってるんだけど、あれ何も残ってねえじゃんみたいな。まあ、何も残ってねえって言うけどちょっと失礼だけど、あまり残ってないっていう。その時間、1時間2時間かけて勉強した、そのやった分にちょっと比例して入ってないよねっていう。つまり、中だるみがね、根本的にしやすい時なので、気が緩んでるんですよ。ちょっと。気が緩む。時期的にね。で、これだと後で話す。気が緩んでる上に、あっちやったりこっちやったりやってると、今何やってるんだっけっていう、ちょっと、なんかね、ふわふわしてる感じになりがちなの。だから、そうなってしまうと、非常に効率が悪くなってしまうので、今、何を勉強するために、何をできるようにするために、何のために勉強してるのかっていうのを、はっきりさせましょう。で、これは、もちろん受験勉強もそうだし、まあ、定期テストがね、ある子たちもそう。これ、1、2年生はもっとそうです。もっと気が緩む、10月。そう。これはね、9月っていうのは、夏休みが終わって、学校が再開しましたって。やっぱり学校が始まると、それに緊張感が出てくるので、最初に緊張感があってね、ちょっとピリピリするの。自分の中でもイライラもするけど、ピリピリをしてるんで、ある程度で頑張れるんだよね。で、それが1ヶ月経ってしまって、ちょっと慣れ始めたと。で、慣れ始めると基本的に人間は緩むから気が。で、10月で気が緩み出す。でも、11月になってくると、これ受験生限定だけど、11月になると、もう来月冬休みなんだよね。11月って。冬休みになったらもう受験もう間近な感じがするでしょ。その意識があるから、ちょっとやべえって思えるの。でも、10月っていうのは、再来月なのね。夏休みが。で、1月受験でもあと3ヶ月あるって、この3って数字がまたね、微妙な数字なんだけど、これがね、変な安心感を与えてしまう。だから気が緩んでしまうので、だから、もうね、どうせ勉強するんだったら効率的にやってほしい。ね、同じ1時間だったらさ、たくさんのもの吸収した方が絶対お得なわけよ。だから、そうなるためにも、まあ受験生も受験生じゃない方もそうなんだけど、今ね、今何のために勉強してんのか。で、勉強しながら、例えば間違った問題とかできた問題いろいろあると思うんだけど、今この時間、この勉強終わらすまでに、これをできるようにしようっていうのをしっかり見定めて、こいつをターゲットに今勉強してんだみたいな感じで見定めて勉強するようにぜひねしてみてください。